ミスタイムさん、お疲れ様でした。もうすぐ1年ですね。こうやってやり取りさせてもらいながら、ミスタイムさんの毎日のね、筋トレ動画を見させていただいて、私もちょっと痩せたように見えませんかね、スリムになったんですよ。で、おかげさまで筋肉もちょっとだけでついてね、途中から故障しちゃったんで、十分できなかったですけども、でもね、まあ、私なりの細マッチョはできました。結構ね、いい体になって、あと疲れにくくなりましたね。ミスタイムさんのおかげです。そしてね、ミスター M さんの動画、今日たまたま見つけたんですけども、ガチンコマッチョクラブミスター M、元ホームレス100キロデブ、中年デブ、腹筋ローラー1日30回、30日やった結果というね、この動画、6分ほどの動画ですけども、再生回数 1.4 万回、ね、すごい大金星じゃないですか。他にも再生回数いっぱい取られてるのもありますし、それからね、なんといってもね、ミスター M さんのファン増えましたよね。で、何よりもミスター M さんが体が変わったと。ね、すごいですね。これ100キロ以上あったあの体格、今でも思い出します。去年の今頃ですよ。で、私はミスター M さんはね、この1年間で何を得たかっていうと、そして何を失ったかというと、まず失ったものは贅肉ですよね。で、得たものは筋肉、それもあるんですけども、多分ね、継続する筋肉っていうね、まあ筋肉っていうのは実際のマッスルじゃなくて精神的なものですけども、ミスター M さんはね、その根性をかなりね、この1年で鍛えたんじゃないかなと思うんですよね。で、顔つきにも出てますね。まあ、メガネを外したってのもありますけども、それだけではなくて、やっぱね、こう、精悍な顔つきでプロレスラーみたいになったと思います。なんかね、ミスタイムさんね、なんか本当に私ね、人のことながら誇らしいです。ミスタイムさんとこうやって1年一緒に走ってこられたことが。感動するぐらいですね。もう10月も終わって11月になりますけども、これからもミスター M さんの背中を、そしてその熱い胸板をね、私の教訓材料として、私もね、負けずに継続して、発信して、考えて、悩んで、失敗して、そして立ち直っていこうかと思います。ありがとうございました。それではこれからもますますよろしくお願いします。ミスター M さん、ありがとうございました。では。